4月25日まだ聞いてないけど、これ昨年11月26日に行われた日本青年館でのワンマンライブ、マジカルビュー奇跡と奇跡の物語のブルーレイが発売決定です。2形態あって、通常版とスペシャル版があるんですけど、そのスペシャル版には新曲が入った CD がついてきます。もうこの新曲を引っ提げて、なんとロッカジャポニカスプリングツアー開催します。土曜日、仙台ダーウィン。5月4日金曜日、祝日、名古屋クラブクワタラ。5月2日土曜日、大阪梅田クラブクワタラ。5月13日日曜日、福岡ビートステーション。ファイナル東京、5月20日行くんでね、ちょっと最後はこの曲で盛り上がっていきたいと思います。いいですか？